は今からですねマーブリーの展示会にロビンとゴトゥーで行っていきます。今日はねたまたまあの MA1 かぶったのまさかの私服でちょっとかぶるっていう、ね、ちょっと恥ずかしいね。恥ずかしいんですけど後藤さん今日のポイントは、今日はですねこの革のこのプリーツの入った強めのスカートをメインに考えたんですけど、意外と上がこうひらひら可愛くなってたり、さりげなくね、さりげなくね、ちょっとかっこいい感じに決めてみました。ロビンは？私はですね、あの中のワンピースがガーリーだったので、あの靴は黒で上は MA1 でちょっとラブリーになりすぎないように気をつけてポイントしました。ポイントじゃないですね、コーディネートしました。ということで、はい、今から行っていきたいと思います。行ってきまーす。バイバーイ。はい、今回のコーディネートのポイントはですね、まあ、ポイントというかこのワンピースがとにかくデニムオンリーっていうところがすごく気に入ってて、ちょっとね色が薄いのもあったんですけど、個人的には濃い色の方が肌がこう白く見えるかなと思って、そしてこのちょっと肩がちらりと出てるのがモテポイントかなって思います。いきますよ。こんな感じです。ぜひモテたい女子はこれを着るとモテると思います。どうも、今回の、コーディネートのポイントはですね、このデニムのワンピースをどうしても着たくて今着たんですけれども、これ実は見てスリットが入ってるんです。このところにすごいセクシーで、でもこの花柄がすごい爽やかさを演出してくれてて、でそれに淡いピンクのニットをやったんですけども、このフリンジがまた風に揺られて女子力のこのいい匂いを風に乗せて連れてってくれるんじゃないかなと、いい男性を連れてきてくれるんじゃないかなとそんなちょっとフェミニンな感じのコーディネートにしてみました。どうですか？めっちゃ可愛い。可愛いな。うわ、これ着ようかな。可愛い。ライドパンツコーデ。あれ着たいんだ。これしよう。こっちゃん、これしようか。こっちも可愛いんだよね。ライドパンツ。これも可愛いんだよな。これ確かに。こっちの方がちょっとセクシー。このオレンジっぽい。こっちの方がジャンプじゃない？どうしようか。決めなさい。夏も使えますね。こんな柄がついてたら。でも私結構着心地が大事なので、めっちゃ素材触ります。色はでも結構なんだろうな。淡い感じが好きなので、薄い感じというか、あとピンクが意外と好きなんですよ。あのイメージカラーもピンクなんですけど、意外とこういうピンクとか選びがちになります。色味をなるべく持たせるように。もう超ゆったりがいいです。あんまかっちり着るの苦手で、だからこういう最近なんていうんですか、ダボダボコーデみたいな、例えば彼氏の T シャツ着ちゃったみたいなとか、ボーイッシュのものを女の子が着るのが流行ってるので、すごい助かってます。可愛いですよね、ゆるっと。そうです。ちょっとこの後はワイドパンツでゴトゥーとチラゴトゥーと組みたいと思います。決まった？トップス。いや悩んでる今。また決まんない。決めた？決めたやろ。なんかさ、上爽やかに白なのがとか、
かそれの組んでちょっとセクシーに行くか、もうかわいい、このワイドパンツがなんか深みあるからさ、これでちょっとあグラデーションみたいな、かわいいわ。どれがいいかな、これかこっちだな。普通にあんま結構色気はね求められてね、何今日すごい毒です本当やめた方がいいどっちかじゃない、いやこっちだな、そっちの方が良さそう、こっちにしよう。これはなんか私身長がそんなに大きくないので、あのまあ、ハイウエスト気味にこのパンツを履けばちょっとスタイルアップになるんじゃないかなっていうので、このパンツを履きたくて、で上はやっぱりもう春夏に向けてやっぱ爽やかなやつの方がいいかなと思ってこれを選んだんですけど、やっぱこれの胸元にあるこの貝殻がすごい魅力的で、こういうデザインって今まで見たことなかったので、これもちょっと着てみたいなと思ったんですけど、ちょっとグラデーションっぽい感じにめっちゃ喋るやん、自分めっちゃ喋るやん、周り結構あります、私は。こっちもありですね、はい、こっち行きたいと思います。着れますか、着替えましょう、はい、行ってきます。肌触りいいんですけど、伝わりますこの感じ、サラサラな感じ、すごい肌触り気持ちいい、欲しい、気持ちいい、涼しいです。なんか通気性もあるけど、でもちゃんと裏地あるから透けないし、とにかく生地感がすごい気持ちいい。あ、全然歩きやすいですよこれ、ワイドだし走れそうかわいいです。かわいい、なんか全体的に青系で、こっちは全体的にピンク系って感じ、さりげなく合わせたんです。ワイドパンツコーデでちょっとグラデーションみたいね、お互いね、上から下にかけて濃い感じにしてます。まあ、ちょっとね、横目でチラッと見て、ワイドパンツいい感じね。自然とね、ね、合いました。かわいい、爽やかだね。もう夏って感じだね。かわいい。海行きたい、ね。海行きたい。今言おうとした。海行きたい。かわいいです。写真を撮りますね写真撮って足砂絵描いて、ちょっと古いよなんでこの間やったじゃん、確かにやったけどやったけどね、バーベキューとかいいですね、バーベキューいいね、したい。そうですね、でもやっぱワイドパンツで結構ハイウエストなんですけど、普通こういうのにインするんですけど、もうトップスをあえて超短いのを選んで、おへそちらみたいな。そうだね、手を上げると結構危ないので、あげません。あげて、あげません、あげません。はい、この丈感がポイントです。かわいい。お疲れ様でした。ただいま。帰ってきました。行ってきましたよ、展示会に。いやー、かわいかったね。かわいかった。なんか結構貝殻モチーフの、あのデザインが多くて、シェルって言うんだっけ、シェル、ね、そうで、しかもあのシースルーの服だったり、うん、なんか結構サマー感があって、そうだ、ね、でもマーブリーらしく可愛いデザインがたくさんあって興奮してきました。可愛かったね、いっぱい注文しちゃいましたね。私のね、春と夏たくさんマーブリー着たいと思います、うん、思いますありがとうございました。バイバイ。マーブリー大好き、ラブ。